失礼しました。まず院長の印象から。印象、ボソボソ喋る。ダメ。いいよね。正直に、ちょっと話しかけづらい。そうだね。ちょっと笑顔がないでしょ。ないね。なんだろう。声が小さいね。何言ってるか。主語がない。主語ない。私でも第一印象、もうだいぶ前だけど、すっごい頭切れる人だなと思った。から正直言って少し怖いなって思った。第一印象。出会いは。出会いの第一印象。思い出すわ。え、何年前なの？5年ぐらい前か。まあでもそのぐらいですね。変わらない？あんな感じですよ。多分聞く限り全然前よりもやっぱり自分で会員されてから丸くなったって聞いた。丸くはなってないです。患者さんがですか？先生が。自分で丸くなってないと思うよ。丸くなってないよ。失礼しました。何考えてるか分かんなかったです。でも最初は。不愛想って言われてますけど、そのことについて本当に不愛想だと思いますか？思います。それはどうしても思っちゃうんじゃない、みんなが。次は、働きやすい職場だと思いますか？あ、それは思う。先生以外見たかこれ。あ、でも本音だからいいんでしょ。もう言いたいこと言わせてもらってるし、やりたいことやらせてもらってるので、内視鏡に関して特に、意見は言いやすいし、なんかスタッフ同士さ、みんな仲いいじゃん。でそれってさ、すごく一番気になるところで、スタッフの仲が悪いともう行きたくもなくなっちゃうじゃん。それがないから、働きやすいと思う。あ、行こうって思って来れるっていうのは、やっぱりいい職場なんじゃないかなと思う。あれです。人間関係はいいと思うんで、働きやすいと思います。でも共通の敵がいた方があれですよね。その方が仲良く、固まりやすいというか。それ狙いですか？はい、それ狙いだったの。なんか言ってよ。